ビルヘルム・アダムはドイツの軍人。最終階級は上級大将。1930年から1933年まで参謀総長にあたる兵務局長を務めた。商人の息子としてアンスバッハに生まれる。1897年にバイエルン王国陸軍に入営。1899年に商位に任官し参謀教育を受ける。第一次世界大戦に 中隊長や参謀将校として従軍。1914年12月に少佐に昇進。戦後は、大隊長、軍管区参謀、連隊長を経て1929年に第一、軍管区参謀長となり、翌年少将に昇進。ベルサイユ条約で兵員を10万人に、制限されていたドイツ軍の再建に関わっていた、アダムは、同年兵務局長に就任する。 兵務局とは、やはり、ベルサイユ条約で禁止されていた参謀本部の言い換えであった。翌年中将に昇進。1933年、第七師団長に転じて兵務局長職を離れる。ベルサイユ条約を破棄して軍閣に踏み切ったアドルフ・ヒトラ政権の下で、アダムは1935年に、不評代償に昇進し、第七軍団長に補えされた。 同年10月、新設のドイツ国防軍アカデミー校長に就任。これはナチスに従順だった上官のベルナー・フォンブロンベルク国防相アダムが批判したことに対する左遷人事だった。アダムは1933年の兵務局長時代からすでにナチスが目指していた戦争計画に批判的であり、ドイツ国防軍は戦争遂行に耐えないと主張していた。アダムは ジークフリート1000の建設やヒトラーの賭博的な外交にも反対していた。1938年に第二軍司令官に任命されるが、ルートビヒベック参謀総長らと同様に、図デーテン危機後の1938年10月に、自ら辞表を提出した。このためアダムは上級大将に昇進した上で、予備役に編入された。アダムは第98三学両兵連隊の、 名誉連隊長となったが、これは、兵務局長時代から、山岳兵部隊の育成に関心があったためだった。産地の多い第七軍管区の司令官時代も、山岳両兵育成に尽力しており、その結果、第二次世界大戦中はこの軍管区で、多数の山岳師団が編成された。アダムは一貫して、戦争に反対だったが、二人の息子は、第二次世界大戦で戦死した。 1944年には、リヒャルト・シュトラウスとカードをしていた際に、戦争の行く末に対して悲観的な発言をしたため、当局から睨まれた。戦後のニュルンベルク裁判でアダムは、証人として出廷している。ほどなくガルミッシュ・パルテン・キルヒエンで死去した。西ドイツで、ドイツ連邦軍が設立された際、ガルミッシュ・パルテン・キルヒエンの兵舎に、アダムの名を冠することが提案されたが、 アダムの未亡人は拒否している。アダムと戦死した二人の息子が残した軍事関係資料は1996年からドレスデンにあるドイツ連邦軍戦士博物館に展示されている。また彼が残した700ページに及ぶ回顧録はフライブルクにある軍事文書館に所蔵されている。ありがとうございます。